で、どうだった？お花さんが見てなくてよかった。ノートにチェックを入れられそう。キスしちゃった、ケンジと。やっぱりあの男、うちの可愛いスベラに何してくれとんねん。わーお、あんな気持ちになったの初めて。今も心に残ってる。なんだろうこれ、恋かな、恋かな。もううまく言えない。ならチェックしよう。ケンジ、うちのスビレに何してくれとんねん。よしと。これからどうしよう、次はどうしたらいい。お別れの時間かな。お日様も落ちてきてる。これからは君が自分で決断するんだ。でもやることがまだ残ってるよ。綺麗な場所を見るとか、おばあちゃんに会うとか。約束したよね。君の特別な場所に行くには先に進まなくっちゃ。向こうにバス停が見えるよね。準備ができたらバスに乗るんだ。今日最後のバスだよ。ここでお花さんとお別れになっちゃうのかな。やり残したこと、パパとママに気持ちを伝えるは多分おばあちゃんに会った後だよね。バス停だ。次のバスが最終の便だよ。日が暮れるまでには戻れなさそう。ドメッチ、僕は戻れないかな。どんな感じ、とびきりの一日は。素敵な一日にはなってるかな。僕もそう思うよ。うん、用事が残ってるなら先に済ませておいてよ。終点にはお茶うちさんがいる。温泉のお姉さんも。やり残したことはできなくなっちゃうかな。乗る。おばあちゃんといった綺麗な場所は終点にあるの。ノートにも書いたし行かなきゃね。お花さんは？ちょっと難しいかな。一緒に来ないの？おばあちゃんに会わせてくれるんだよね。うちの木で会えると思ったんだけどさ。え？がっかりさせちゃったかな。まだ信じていいの？多分ね。このバスに乗って終点まで行ったら最高の瞬間が待ってるよきっと。でも一人じゃ心細いよ。僕は一緒に行けないよ。藤の木から遠すぎるんだ。そんなのやだよ、一緒にいてよ。この一日で君はとっても成長した。だから大丈夫さ。さあバスに乗って、君は最後まで行かなきゃ。バスにいられながら僕らの一日を振り返って、思い出してみて、僕らのしたこと。わかった。ああ、お花さんとやっぱここで別れちゃうんですね。なんかちょっと寂しいな。そっか。なんかね、最後まで一緒にいたかったですね。あ、なんて大人びた表情を。すみれちゃん。今日一日ありましたね。窓ガラス割れて、種が入ってきて、その種のお花さんととびきりの一日をすることになって、でちょっと喧嘩してたちえちゃんと仲直りして、でケンジに好きって言ってチューまでして、ボーと友達になって、うん、とびきりの一日になりましたかね、すみれちゃんの。着いた終点。ここへ来るのってあの日以来だな。確かすぐそこにお茶のおじさんの屋台があって、その先の赤い橋を渡るとおばあちゃんと一緒に行った温泉がある。
その向こうには丘が。ここってすごくひっそりしてる。やっほーい。お花さん。やっぱり君と一緒に夕焼けを見たくて、急いで追ってきたよ。そっか、けど、大丈夫？もちろんさ。そうは見えないけど、今日が終わったら僕はさよならする。その時が近いってことさ。それ嘘じゃなかったんだ。藤の木のところから元の世界へ帰るつもりだったんだけど。え、今ならまだ間に合うかもよ。いいんだ。こんなに特別な一日なんだよ。最後まで見届けなきゃ。けど花びらが一枚しか残ってない。心配ないよ。落っこちた花びらの数だけ素敵な思い出が増えたからね。でもすごく疲れたな。ちょっと休まない？あれって誰？宮崎駿？何でも知ってるかと思ってた。ここは家から遠いしね。そっか。あの人はお茶おじさんだよ。屋台でお茶売ってるの。お金ならちょっとあるし休んでこっか。私はお茶、お花さんお水ね。ああ、君か。うん。しばらく来ないと思ってたよ。けど来ちゃった。お茶が欲しいならお代をいただくよ。お茶おじさんを続けるためにね。コインを一枚持ってるかい？はい、どうぞ。そうか、お茶を一杯だね。あとお水も。あれ？なんか猫ちゃんいる。君のおばあさんはあの時ここでお茶を飲んでいかなかった。暗くなる前にどうしても公園に来たかったから。ここで少しでも休んでいたら、あんなことには。あ。すまない、余計なこと言ったようだ。どうぞ、お茶だよ。ありがとう。バス停のベンチで飲むといい？ここに来た後、温泉行って、丘に行って、なんか、交通事故とかにあったんですかね。かな。なんでもっと町の近くで屋台出さないんだろう。どうしてかな？お花さんにお水は？あ、それで会えるの？おばあちゃんには？それってすごく難しいことでさ。けど約束したよ。だよね。でもね、会える気がするの。よくわからないけど。このお茶、心も温まる。うん、お茶おじさんって悪い人じゃなさそう。でもちょっと悲しそうだね。うん、お花さんの言う通りかも。お茶おじさんに渡すものがなかった？あ、そうだ、文房具屋のおばさんからのプレゼント。けどお茶おじさん機嫌が悪そうだし、寂しいだけかもしれないよ。渡してから考えようか。結局お花さんにお水くれなかったね。あの文具屋のおばさんを知ってますか？もちろんだとも家内だからね。けどここって町から離れてませんか？ここが好きなんだ。どこの店を出そうと私の自由だろ。でも奥さんのことが気になりません？それはまあ。以前は家内とも仲が良かったが、それも大昔の話だ。そうなんですか。昔はよく二人で月に吠えたもんさ。やったことあるかい？月に吠える？月に吠えるって何ですか？それはだね、満月の夜、家内と二人で田んぼへ行って、空へ向かって笑ったり叫んだりするんだ。おじさん楽しそう。楽しかったぞ。けど今はもうやらないの？奥さんとは。私らもいい歳だしね、今じゃろくに話もしないよ。どうしてですか？どうしてだろうね。気づいたら一緒に笑わなくなった。家内と夕飯を食べてたら話すことがなくなって、だからご飯を食べてすぐに寝たんだ。次の日はもっと話せなくなっていた。あれからもう月には吠えてないよ。それって悲しい。けどおばさんは今もおじさんが好きかも。どうだろうね。だっておじさんにこの便箋セットを渡してくれって。おばさん何か言ったそうでした。ああ、なるほど。ありがとう。お茶代を払わせて悪かったね。いいんです。
だっておじさんはお茶おじさんだし。ぺっこり。今日はお互いよくやったんじゃない？その悲しそうなお花さんもね。ちょいちょいお花さん見える人いるんですね。郵便屋さん思い出すな。そういえば温泉のお姉さんに渡すものがあった。温泉って自然のお風呂のこと。ここからすぐだよ。あ、お金がある。一応取っときますか。ちょ、猫ちゃん。あれ？あなたってソニャ、今朝君ん家で会ったニャ。何してるのこんな遠くで。私も君を見習って特別な一日を過ごしてるニャよ。そうなんだ、気をつけて帰ってね。うん、君もニャ。バスで来たのかな。ふむ、これは驚いた。カナヤ、おそらく何かしら私と話がしたいのだろうが、今さら何を話せばいいやら。猫さんはどう思う？カナに手紙を書くべきかい？そうだな。全部急げだ。きっといい言葉が浮かぶはず。私たちの愛の形は変わってしまったが、まだ心の奥にある。そう信じたい。月に吠えるか。なんという一日だ。なんていいだ。さ、温泉に行きましょう。靴を脱いでロッカーに入れなきゃ。靴って誰かに持ってかれちゃうものなの？考えたことなかった。盗まれちゃいますよ。ちゃんと入れとかないと。この機械ってかっこいい。タオル用かな。あと入浴券も。タオルと入浴券を買うのにコインが1枚ずついるみたい。僕ちょっと休みたい。ごめんね、すぐ買うから。家からタオル持ってきてよかった。入浴券を買わないとダメみたい。あ、なんか怖っ。何語？何語？ほら、入浴券を番頭さんに渡さなきゃ。でもなんか変だよ。とにかく入浴券渡してあげてよ。こんにちは。お客様、ご来店ありがとうございます。チケットとタオルは持ってます。それではごゆっくりお過ごしください。どうもです。怖い。お姉さんまた影になっちゃった。どうしてなの？たまにあるんだよ。過去のことのせいで心と体が切り離されちゃったのさ。それってかわいそう。よくあることさ、君にだって起きるかもしれないよ。けど、郵便屋さんからのプレゼントをお姉さんに渡さなきゃ。すみません。あら、あの時のお嬢さんね、気がつかなかったわ。あの時はいろいろと見た目が違うかも。けどこないだのことだし、私ってひどい番頭よね。朝から晩まで働いてるのに。もっとちゃんとしないと。それでもあの時はお姉さんがいてくれてよかったです。おばあちゃん、お姉さんのことをいっぱい話してました。ありがとう。公園には行かないでタクシーを呼ぶこともできたのに。でもどうしても行きたいって。止められなかった。そうだよね。どうしても私に光栄を見せたいからって。大切よね、家族って。とっても。そうだ、お姉さんに渡すものがあって。あら、それって蜂蜜？すっごくいい香り。うっとりしちゃう。なんだか生き方まで前向きになっちゃいそう。蜂蜜で？前はよくお父さんと蜂蜜茶を飲んだわ。ずっと昔のことだけど。お父さんって？郵便屋さんよ。え？郵便屋さん？今じゃ口も聞かないけどね。そのお父さんがこの蜂蜜をあなたに言って。え？集めたのは私ですけど。
父とは20年も話せないけど、今なら話せそう？どうだろう。家族をいっぱい傷つけて娘の人生を台無しにした父に、お嬢さんだったら電話しようって思う？わかんない。影のように生きるのはとても辛いの。せめて蜂蜜のお礼だけでも電話で伝えようかな。ありがとう。ごゆっくりどうぞ。そっか、なんか狙ってる女の人とかじゃなくって娘だったんだ。だったらなおさらさ、自分で買ってあげなきゃダメじゃない。ここに座ってお菓子を食べるの、あとビールを飲むのよ。あ、私は飲まないよ、パパがね。お風呂から出た後、ここで飲んだり食べたりするの。パパもよくビールを飲んでた。一杯また一杯って。ママ怒ってたけど、自分でも一口だけ飲んで顔が真っ赤になっちゃうの。けどそれからママは自分の分しか頼まなくなって、いつの間にかみんなでここに来ることはなくなっちゃった。悲しい。赤いのれんは女の子の方。おっと、これはもしやすみれちゃんの入浴シーンが見れるのでは？ママはよく私の体重を気にしてた。おばあちゃんはちっとも、今のままで可愛いよって言ってくれた。ここで服を脱いでカゴに入れておくの。はっ、まさか。着替えよっと。おお、あ、僕あっち向いてるね。はっ、すみれちゃん。お湯に浸かる前に体をしっかり洗うの、おばあちゃんにそう教わった。おばあちゃんは何でもしてたけど、何かのやり方を教えてもらったのはあれで最後だったかも。うん、中のお風呂も温まるけど、外のお風呂なら気持ちいい風に当たれるよ。じゃあ外に行こうよ。ここってサウナみたいだしさ。そうだね、外ならもっと空も見えるよ。待て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 、おばあちゃんに教えてもらったんじゃないの？あ、お湯に浸かる前に体を洗うっておばあちゃんに教えてもらったんだよね。しかも最後の教えだったんだよね。洗わんのんかーい。なんでやねん。外のお風呂は露天風呂っていうの。風に当たれて気持ちいいんだ。一人で来るとは思わなかったけど、なんだかあの時とは違う気がする。何が？とりあえず座ろっか。おばあちゃんと一緒にここへ来たんだ。その後亡くなられたのかな、あの日にね。死んじゃう前に、そう、おばあちゃんに頭を撫でられて森とか空とかを眺めてたけど、こんな風には見えなかったな。そっか。年を取るって不思議。おばあちゃんみたいにさ。けどいつか私もそうなるんだよね。そうだね。ねえ、大丈夫？湯気が花びらに悪くってさ、お花はお湯が苦手なんだよ。ランはお花がす、お湯が好きだけど。僕らはほら、ああいうお高いやつじゃないから。たったの一日しか生きられないしがないお花。上がろっか。ダメ。君の時間だからさ、この風景をしっかり目に焼き付けておきなよ。どうしてバス停から追ってきたの？とびっきりの一日を見せてくれるって約束、本当にかなと思ってなかったんだよ。だから、すごいことだったんだ、僕にとってはね。でもお花さんはどうなっちゃうの？この世界にいられるのは日が沈むまでなんだよね。それまでに藤の木に戻れなかったら死んじゃうね、この人間の世界で。でもどうして？僕はこの世界の住人じゃないから、ずっとここにはいられないのさ。全部見届けるためにそこまでしてくれたの？まだ間に合うかも。これでいいのさ、僕が決めたことなんだから。
花さん、私の大切な友達だよ。ありがとね。ほら、一緒に空と森と雲を眺めよう。かけがえのない時を味わおうよ。綺麗だな。君も僕の大切な友達だよ。お花さん、もうすぐ亡くなっちゃうんですね。そっか。なんだか生まれ変わった気分。新しい世界に気づけたってことさ。今朝起きた時は全てが悲しくて嫌に思えたのに、今は全てが輝いて見える。不思議だな。おばあちゃんに会えるかな。このまま下ってくると電車の駅があるの。そうなんだ。いろんなところに行ったけど疲れちゃったね。僕もお日様が沈んでく。ほんとだ。時間がない。やりたいことはない？その今のうちに最後の夕焼けを一緒に見たいな。うん、わかった。どこで見たい？綺麗な場所がいいな。あれから言ってなかったけど、向こうに丘があるの。うん、急こっか。最後におばあちゃんといたとこなんかな。なんかめっちゃカラス来る。めっちゃカラス来る。あ、女王様、娘か。カラスの女王、よくぞここまで来た。だがもうその花は長くない。知ってる。そやつは嘘つきじゃ。祖母に会うことなど叶わぬのにな。そうなの。そっか。うん、そうだよね。だってそんなの起こりっこないもん。でもとびきりの一日は過ごせたから。ねえ、どうして私の邪魔をしたの？我らが務めだ。世界の秩序を守らねばならん。お前の人生が変われば世界そのものが変わってしまう。加えてその花、海洋の過度な介入は決して許されておらぬ。終わりが近い。日没とともにその花の命はついえ。世界はあるべき姿を取り戻そう。勉強、家事、母親のこと、すべてが元通りになり、お前も今までと変わらぬ日々に戻る。残された時間を楽しみがいい。私分かったの。明日からはまた一人かもしれない。毎日変わらない空を見て、猫さんとも話せず、みんなに無視されるかもしれない。でも今日やり遂げた特別なことは残るから。だから世界はきっと違って見える。それで十分かなって。ほう。だがその花の運命は変えられん。祖母に会い、最後の秘密を尋ねることも叶わぬであろう。認めよう。お前は諦めなかった。さらばだ、スミレ。我らが話すことは二度とあるまい。さよなら、カラスの女王さん。本当なの？ごめんね。悲しい顔しないでよ。時間みたいだね。もう飛べないや。休もっか。家を出なきゃよかったよ。お花さんを摘むんじゃなかった。でもさ、僕らとびきりの一日を過ごせたじゃん。あ、空が。
ごめんね、すみれ。でもいい一日だったよね。運んであげる。丘の登って一緒に夕焼けを見よう。けどさ、それってあの丘だよ。うん、分かってる。無理はしなくていいよ。けど最後の夕焼けを一緒に見れないよ。いいんだ、一緒に楽しい時間を過ごせたしさ。やっぱり連れてく。ごめんね、おばあちゃんには会えないんだ。最後にもう一度だけ夕焼けを見れたら、それってすごく嬉しいな。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画どうでした？楽しんでもらえましたか？私は楽しかったです。チャンネル登録まだの方はポチッとクリックお願いします。コメント高評価などあれば嬉しいです。あとジャンル問わず面白いゲームあれば教えてください。それではまた次回の動画で会おうね。バイバーイ。